フェイントは村人陣営のイノセント、狼陣営のインポスター、第三陣営のニュートラルが織りなすゆるふわ人狼ゲームです。夜に選んだ家の訪問者を知ることができるルックアウトや役職を隠せるクリーナーなど、フェインには独特の役職がたくさん。ただこのゲームの特徴は何といってもバカというイノセント側に配役される役職。バカにはプレイ開始時偽りの役職が渡され、その能力を使用することもできるが、実際には能力を持っていないので出た結果は当てにならない。しかしバカはイノセント、つまり村人陣営のため、中にはバカを装うインポスターやニュートラルも。役職やバカをうまく使い勝利をつかむのはどの陣営か。おバカ人狼フェイン。おナイクで次。はい、お願いします。ガンガン回していくよ。おーい、はい、そうよ。はい、1ゲーム短くてどう？いい感じでしょ、ゼロクー君。いい感じです本当かな。ゼルク君、今度は何？え、全然シリキラとか引いた？全然うん、全然いいなぁ、普通です。いいなぁ、いやいいなぁ、ゼルク、はい、いいキャラしてるよ。全然、うん、あのカキさんみたいに、まあ、またか偉いかよって言っていいよ。いやいやいや、僕お本当にね、今回来るなんでね、全然なんでね、誰に誰に言って。いや、俺はクルーと見たね。そうなんです。これはゼルク君クルーです。インプスターかピップ、あんまり喜んでないぞゼルクが。いや、嬉しいっすよ、マジで。本当にやったねえ、本当にそれより緊張がずっと勝ってるよな。はい、休みなさい。休みなさい。誰ネズミしようかな。ゼルクネズミしてっていうのもいいけど、ゼルクネズミしてさ、これってどうなの？これあり？ゼルク頑張ってね。窓ペロペロ。待って。ゴリラインつなぎ。僕もあんまりやったことないフェインで。これって破綻すんのかな？ゼルク見て、あ、ゼルク緑ポリスって出てますって言って、他の人がゼルク見て対抗にならなければいいのか。あらら、あら、シャキーン、ほよよ、パワーワップ、あ変態、ふいや、ゼルクさん人気者ですよ。ふぅ、やばい、あペカリ、隠し取れるやん。いや、これはもう申し訳ないです。やばいやばい、あ、やばいやばい、あ、これはまさか、やばいってもう。すごいなこれ。マジで。嘘でしょ。ちょっとおかしいでしょ。あ、現実良かった。常識人がいてよかった。やばすぎでしょ。ああ。みんな大丈夫。ネズミ1回しか使えないんだからね。あ、面白い。あ、そうなんです。ネズミって2回じゃないんだ。1回か。1回。ネズミは今だから、あの貴重な1回をみんなゼルクに。いや、でももうこれはしょうがない。そうなっちゃったもんだから。ゼルクじゃあ、もうネズミした人の結果全部教えてください。まず、せーので言う？色だけ先にせーので言ってみない？あ、いいよ。あ、てかあれ、チャットなんでせーので打つとかのがいいんじゃないですか。あ、その方がいいね。せーので送る。オッケーオッケー。じゃあ、まず色だけね。色だけ。すごいな。いいよ。いいですよ。はい。三二一ドン。三。え？出なかった。え？ゼルクが言ってる。ゼルクが緑って言ってる。え？ゼルク。これはやってるな。やってる。あれ待って。え？現実が死んで他全員バカなじゃないか。ゼルク赤。こうなったら役職も一斉ので聞こうか。これはじゃあ口ですか、それも。あれ
ます。現状すか、でも現状が違うのか。書いていいんじゃない？書きましょうか、じゃあ。書いていいと思います。赤なら。ゼルク君も書いちゃう。全員一致したら全員シンバだから。はい、あ、ゼルク君も緑の何か書こうね。あ、もちろんもちろん。主張しよう、自分の。緑だね。はい。そうや。じゃあ。いきますよ。はい。はい。はい。3、2、1、はい。うわぁ。お？あ、みんなバラバラじゃん。トラッパーネズミ。あ、いや、僕とマチカちゃん同じです。トラッパーとマチカちゃん一緒。ああ。両方トラッパーですよね。ゼルク君のポリスの止め先。え、僕ポリス、これ。両方レッドトラッパー。これ全員バカですか、もしかして。なるほど。なるほどね。じゃあ現状スクのやつも聞いてみるか。まあ、そうだね。あ、僕は山田さん青で見えてるんで。おお。青。めちゃくちゃ面白いじゃんこれ。山田さんはそこ。山田さん主張。まあ、ていうか、確率的には青でも全然おかしくない。はい。なんで普通に山田さんの C を聞いて、まあどうなるかっていうところと、まあ今日ゼルク君釣るのかどうかぐらいが気になるかなって感じです。うん、まず僕は釣らないで。釣りでしょ。釣りだろ。青の山田さんが。じゃあ一旦まずゼルクはどこ行った？今夜。僕は。誰かを守る、その止めようとして出たか出てこないかとか。元長に行ったんだよね。元長さんとこ行ってポリスしてましたね。いや、ネズミ出てる。待ってないじゃん。全然出てますよ、だって僕。ゼルク目線で元長を止めれてるっていう主張。ゼルク君を釣ってもバカか赤しか出ないってことでしょ？釣り得じゃねえか。いや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 。で、元長視点で山田さんが青になると、もう一人の青候補って。あ、僕です。テラゾースナパイクラマしか残んなくて。はい、僕青です。青の何？青のサバイバーです。なので僕別に、うん、やった。山田も青のサバイバーです、うん、あー、現状さん、サバイバーで。いや、山田さんゴーストですよ。だから僕ゴーストだと思ってたんで、山田さんゴーストだったら次のターンクラマ君に置いといたら、次山田さん釣ればクラマ君と同種自信がいますよ。山田さん勝利できますよ。テラゾさんと俺の役職も言った方がいいまであるな。まあもうほぼ魔術師ないんで。ああ、僕も言います。うん、俺もじゃあチャットで言う。なんでチャットちょっと好きになっちゃった。いいなってやりたいなって思っちゃった。あ、はい、言います。ドクターです。現状スイッチ行ってます、うん、ああ来ました来ました来ました。はいはいはい、白角じゃねえか。俺緑トラッパークラマくんち行ったけど誰も来てない。ポリススライドします、ね、僕。あのトラッパーです僕。ポリススライドトラッパー。ポリスからトラッパーにスライドすると。実は元長さんの家にトラップを置きに行ってました僕は。赤トラッパー。いや、テラゾさん来てたよ。いや、赤じゃないです。赤トラッパー。じゃあ次はテラゾさん来てたよ。すみません、霊界への階段のところに仕掛けておいてください。はい、いや、いやー、ゼルク君人外祭りやな、すごいな。ちょっと、ね、みんな落ち着いて考えてほしくて、まあ、自分のバカの世界線を追ってほしいんですよ ね、 ね、 ね、一番落ち着いてないのバカかもしれないし、一回見てみたいな、色。いや、一回スキップがありますけど、皆さんね、これね、ね、はいはい。え、潔い僕。はい、ナイスト。僕の後気になるな。さようなら。おやすみなさい。まあでもさすがに寺蔵さん切るか。医者でしょ、ドクター市長。いや待って、これダメだ、絶対守られるから。待って、トラッパー誰だっけ。スナパイさんトラッパーか。スナパイさん殺そう。スナパイさんトラッパーで絶対寺蔵さん置くでしょ。で、待って、クラマくんが何したっけ。あ、ちょっと待って、忘れた。あ、待って、やばい。いろんなことが起こりすぎて、頭がプシュー。ちょっと待って、なんだっけ。え、待って、山田さんがサバイバー市長だけど多分ゴーストで、クラマくんがサバイバー市長で、まあ分かんなくて、マチカリッカ影丸がネズミだからよくて、クラマくん何したっけ。クラマくん何したっけな。あれ、クラマくん何言ってたっけ。ちょっと、もう他のことありすぎて忘れた。書いてねえか、流れで書いてないか。違うな、なんだっけ、何言ってたっけ。ちょっと役職一覧見ていいですか、一回。何言ってたっけな。あ、違う、クラマくんサバイバーって言ったのか。あ、ちょっと待って、頭がおかしくなった。あー、ピピロピー。ピピロピー。まあ、いっか。いっか。あ、そうか、これ蘇生通るのか。あー、くそ。相互効果。相互効果が生まれてる。あー、くそ。あー、だよな。
あら、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 あれ？はいよー。ツナパイさんが多分生き返ってるんじゃない？はい、復活しました。ありがとうございます。うわ、マジか。僕がドクターで生き返らせました。じゃあ。はい。で、僕、寺蔵さん家で罠引っ掛けてますね。お？もう、わかんない。でも、バカかもしんないけど、このまま行くと、単純に行けば赤1枚でしょ？でもこのままだと、はい、で青2枚が2人ともサバイバー主張してて、うん、赤がオレンジ来てるから、うん、寺蔵さん家に行けるのって青しかいないんだよ、うん、はい、つまりだから俺がバカか青が家に行ける役職なのに嘘ついてる か、まあ、だから僕外出てないです。現状目線は山田さんはゴーストで見えてるんで、山田さんはあれだったら僕ん家に置きに行く、まあ僕はサバイバーだから死にたくないけど僕ん家に置きに来るんじゃないの普通。山田さん、もし山田さんにねこれ提案ね、もしゴーストなんだったら、はい、今ろうそくがどこにあるかによっては釣る。まあそしたらゴースト勝利ですからね。え、でじゃあ引っかかった人が、うん、倉間に置いたよ今日は。一日目寺藤さんとこ置いて引っかかってます罠に。え、だ今だよね、引っかかったの。これが引っかかったのね。え、じゃあ今の罠に誰引っかかったのっていうことになる。いや、俺がバカとか、ね、今の話からいくと、だからあの赤に殺されてるからスナパイさんって。で、寺田さんって。って誰でしたっけ、ほか。ナツピョン。スナパイさんバカでが一番しっくりくる。かくらまさんが引っかかったら、赤ネズミがいるっていう盤面になるかな、そうなると。で山田さん釣れば倉間くんが道連れになるんだったらそれはそれで青の処理が終わるから。うわーマジか、一緒に死のうね。やだよ、もうでこの村はサバイバーに厳しいよ。ネズミの中に赤がいることが確定するんでしょ。そうです。で立花さんだけがバカ市長のネズミなので基本的には町か影丸現長さんの中に赤がいる。でまあ僕の方が赤ノート高いんじゃないかな、うん、あそうか、バカって立花さん以外に出てないのか、うん、そうです。いやまあ一応スナパイさんがうん、スナパイさんのバカの可能性があるので、ただあのさっきの盤面でせーので打つときにバカのあの結果落とさなくてもいいかなって思っちゃいます、リッカさんが。ああ赤ネズミだったらね、赤ネズミだったら本当のこと言うと思うのよ、うん、見た、うん、見た結果をね、うんうんうん、なんでまあ基本的にはマチカ影丸現長数の中に赤がいそうで、まあゼルク君とのラインが一番ありそうなのは客観視現状数になるんじゃないかなとは僕は思っちゃいますけど。でもただ現状数の目線ではさ、現状数がでも当ててますよね。あ、まあそうなんだけど、現状数君も正しい結果言ってるから赤の可能性あるんだけど、うんうん、戦略の一つとして、うん、町か影丸に赤のゼルクの相方がいて、はい、相方をネズミしたっていう戦法もなくはないじゃない。現状数ではもうそれ、うん、それでしかないですね今のところ。うん、まあ現状数ではね。それならミドレッシュすると思うんだけどな、どうなんだろう。いや、まあ、だからそれだったら。いやあんだけネズミ来られたら、あの3人集まっててミドリ市長はやらないかな。そうか、なんかであればなんか今マチカさんが一番赤ネズミっぽいなって今の議論で感じちゃいました。まあ一旦山田さんするのはまあ確定だからな。やだ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 なるほどね。いや出ない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 。やばいやばい。そうか、ボマーがあるのか。そうだそうだ。赤かボマーか。あ、ただクラーマさんも出るタイミングが早かったんで、かなりサバイバーはせいだとは。まあね。まあ最初からサバイバー使用としてたボマーの可能性は全然あるからね。いやでもこの村は僕言わないと思ってた最初。あのこんなに出るまでは。だってこの村サバイバーに厳しいから、サバイバー出てもすぐ殺そうって言うから。その割には割と危機としてサバイバーと出てた気がする。いやそう、それはあるんだよな。どっちかっていうと俺影丸寄りなんだよな。みんなはどう？あ、そうなんですか？どっちかっていうとね、好きすぎるだろ俺のこと。やだよ、もう死にたくないよ。待ってね、死にたくないよ。10周年おめでとうプレゼントとしてクラマくん。ちゃんとクラマくんにしてね。スナパイさん見えてるか。ここ俺誰切るべきかな。町家残し、現地残しよく、まあ、現地さん切って町家釣られても 4対1だからダメでしょ。スナパイさんバカ読みで寺蔵さんとこ行く、で寺蔵さん殺す。でも寺蔵さんスナパイさんを2回起こせないからスナパイさんか。
2回連続で起こすのができないから同じ人、結局スナパイさんがいいのか。スナパイさんは同じ人を2回守れるからね、もし死んだった場合。バイバーイバババイ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 。まあ、一旦殺して あどうも。あで待って、スナパイさんってなんか今まだ可能性あったんだっけ。まあいいや。おなあ、うん、マジじゃないか。マジじゃないか。え、めっちゃいいキルじゃん、ジョー。あ、バカ。バカ。あ、まあ、え、めっちゃいいキルじゃん、それ。よかった。あと2回釣れる中で、マチカカゲマル現長数の中から2人釣るって感じかな。はい、いいと思います。はい。で、明日僕死ぬんで。そうっすね。ですね。うん。みんなネズミでしょ、この、ここにいる人たちって。そうです。そうです。ここ守れないと死ぬ。すいません。マチカさんに聞きたいんですけど、マチカさん今赤誰だと思ってますか。マチカ目線はコゲマルゲンチョスの二徳、まあ、どちらの方が濃いとかってあります。ゲンチョスくんかな、うん、青は当ててる感じが。これ一応スナッパイさんがバカだからリカさんあれの可能性が出てきちゃった。確かに。あ、一応赤はあるんですけど、それは昨日のターンも言ってることの通り、赤ネズミだった時に、立花さんがゼルク君に対して赤の主張をしておきながらネズミっていう結果を違えた主張をする必要性が全く持ってないので、うん、ほぼもバカネズミで進行していいかなって思ったんです、うん、で釣りナースのところを、もう現状スマチカ影丸での2個で使って、うんうん、村が勝ち切るようにした方がいいかなっていうのは、まあ、そんなこと言われるとマチカカゲマル2人釣ってゲンチョスの指示をしたくなるな。でもゲンチョスが結局一番その赤っぽいのは言われていた通り、その、うん、唯一デルクに出してないっていうのがあるから、単純にその要素を拾ってゲンチョスを疑うのか、逆あのゼルクを当ててるマチカカゲマルを選ぶのか、うん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 、でその場合スナパイさんが怪しんでと僕を選ぶのか、リッカさんが怪しんでるマチカを選ぶのかみたいな、うん、結構入り組んだ謎の村になってしまった。だから一応現状視点だけ落としておくと、現状視点だけ落としておくと、僕目線はさっきのネズミがゼルク君に対してめちゃくちゃ出ちゃったから、もともとはネズミの相方の人がゼルク君に対して緑を言おうと思ってたんだけど出過ぎちゃったからもう赤と言わざるを得なくなってしまった。しかもスナパイさんがテキストで言おうって言ったから、うん、まあ現状目線はそれが一番スッキリするよね。そう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 、だからまあ影丸町かの、まあ、僕は五分五分だと思ってますけど、スナパイさんが一応影丸君の方がって言ってたから、まあ、うん、5.1 対 4.9 ぐらいで。いや僕はぶっちゃけ分かんないです、そっちどっちか。僕はあそこでゼルクに集まるの分かるから、はい、まあ現実が外して普通にそれを使いに行ってるのが相方に見えるもあるけど、うん、まあでも、うん、あそこでゼルク行った方が相方でも面白いだろうと思うだろうから、別に全然待ちかもあると思うし、立花さんも別にゼロとは思ってない。うん、で立花、の思考的には現実さんともうほぼ一緒で。で、このターンって寺戸さん落とした方がいいですよね、赤視点で。ああ、まあ、そうだ。俺てっきり人外にスナパイさんバカって透けてると思ってたからね。寺戸さんのドクターも死んで決まってましたよね。うんうん、そうすよ。なんでスナパイさん落とすよりは寺蔵さん落としどくなのかな。あ、違います。スナパイさんはあのトラッパーですので、トラッパーは2回使えるんです、同じ人に。うんうん、テラゾーテラゾーって守ることができるから、それを知っている人間が僕を狙わずにスナパイさんをキルした、うん、僕はドクターなんで2回連続スナパイさんを守れません。そう、結局スナパイさんバカだったけど、そうそうそう、だから赤目線でスナパイさんがここで通るっていうことですね。そう、分かんなかったからスナパイさんは確実に通る。ちなみに僕は昨日影丸の家に行ってるんで、影丸視点僕ドクター確定。あ、そうです、テラゾーさんは絶対に、まあ、それはもうあの昨日からもう昨日前から分かったから別にいいです、うん、なのでこのターンテラゾーさんは誰を釣るかを決めてください、お願いします。ええむず、まあ、ほぼ3択みたいだけど4択、一応4択ありますが、まあ、ほぼ3択、まあ、僕はもう3択でいいと思ってます、うん、
同じ。僕もちなみに今一番影丸さんっぽいなとは思ってます。マジで？マチカさんかなと思ってたんですけど更新しました。影丸さんの方かなって今は思ってます。それ多分あれですよ。ウイルス入ってますよ、その更新ソフト。ウイルス入ってますか？その更新ファイル間違ってます。マチカちゃんお願いします。マチカちゃんすみません。はい。はい、すみません。はい、わかりました。リカさんちゃんとパッチ適用した方がいいです。ごめんなさい。ちょっと売却がすみません。ごめんね、マチカちゃん。あら。なるほど。寺蔵さんはさすがに立花さんを殺しても立花さんを起こすだろうから寺蔵さんを殺そう。うわ、立花さん更新してる。これ俺ダメかもしれない。いや、キチー！ゲンチョスの視点がすっきりしすぎている。いやー、キチーなー。不用意にインターホン出るなって言ったのに。さっきのピンポンはそういうことだったんだ。じゃあちょっとインターホンをした人が誰か精査してますか。はい、一応じゃあ僕に更新した理由だけ教えてもらっていいですか。あ、まあ、僕はさっきのターンマチカさんが怪しいと思ってたのは、まあ、あのターンってゼルクさんのことは売るしかなかったと思ってるんで、あの別にネズミの中にインポスターがいるっていうのは全然あり得る話だと思っていたのを、マチカさんは結構それはないんじゃないかって言って現著さんを疑おうというなんか視点だったので、なんか僕と意見は食い違ったのでマチカさんなのかなと思ったんですけど、マチカさんになので最後のあの人外地どこに見えてるかって言った時にあの現著さんということをあのちゃんと言えていたので、なんで町家さんの推理は、一貫性があるなと思ったので、なんで白要素で取りました。なるほど、それか、まあ、実際白でしたもんね。まあそうですね、うん、じゃあ立花さんの中では現地さんは宅に入ってないっていう認識ですか。あまり入ってないですね。その理由を教えてほしいです。あ、で言うのであれば、まあ、現地さんが今よだから容疑者の中で一番話していて一番白要素が、まあ、例えばあの立花を一番最初に外したりとかっていうところで、まあ、議論の進め方的にかなり白要素は白貯金があるっていう点と、現著さんの黒要素は一つも取れてないです。まあ、僕は最初手に言いましたよ、あの山、ゼルクさんにネズミを使ってないんで自分で黒要素上げてますけど、まあ、僕はそれがあると思うからそれを拾えてないのがよくわからないなと思います。いや別にゼルクさんにネズミ使えてないのが黒要素ではないと思うんで、ので一応影丸くんに聞きたいんですけど、影丸くん目線ってまだ現著スリッカの、まあ、どっちかだろうっていう感じでやってます、それとも現著スだろうで。いや9割現著スだと思ってます。なるほど、けど立花さんが僕ほぼ僕で決め打ってるのがよくわかんないなっていう認識。うんうんうん、まあほぼ白でいいと思ってるけどな。まあ決め打ってはないです。なのでどちらかといったらもう正直僕のことを弾いて影丸さんは現著さんのことをあの現著さんの黒要素とか上げたりとかしていただけると僕も思考更新できるので。現著の黒要素はでもごめん、僕正直僕も僕が怪しいと思うからそんなに上げれない。現著が本人が上げてるやつを立花さんが取れてないんだったら僕はどうしようもないかなと思う。だって僕はさっき言っちゃったけど、あの相方にネズミ出しに行くの面白くねって思う方だから、3人もゼルクに行ったのはすごく理解できたし、全然その中にいるという思考も僕は分かるから、現地の黒要素が正直そんな出せない。だってお互いネズミだしね、そもそも。うん、他のことで話が進みすぎててそんなに話せなかったのは事実だから、発言量が現地多いのは分かるけど、僕とマチカちゃんが喋れなかった理由も組んでほしいなとは思うな。発言量だけで現地の選手を出すのはちょっと早計だと思う。あ、まあそれはそうですね。ただあの発言量に対しての黒要素もなかったっていうのも事実です。ああ、
一応現状先言ってきますけど、僕が2日前の盤面で自分を客観視、黒いから釣った方がいいんじゃないって村に提案する意味がないので、まあそこは白要素に逆に取ってほしいなって立花さんに思ってます。で、まああと言えることは影丸くんと同等になっちゃうんで特に言うことはないんですけど、砂場さんの遺言が影丸くんが怪しいって言ってたんでそこを拾ってほしいなと思ってます。僕は立花さん弾いてます。もうそれで言えば、ごめんなさい挟みます。それで言えば、一旦現実に入れとくか。実際にシュルで釣られてたマチカちゃんが影丸現実のタクを現実が怪しいと言ってるのも同列になるかなと思うのでそこも汲み取ってほしいです。あ、僕はマチカちゃん疑ってたけど、それは、同じシュルの発言なので同列だと思います。いやでもこれ以上出しようがないな、多分立花さん僕に入れるでしょ。まあそうですね、ちょっと申し訳ないけどまだ現実さんの方が似てくらい、結構他の話で議論が進んじゃってて喋れなかったんで、ね、もうこれ以上特に挟めることもなかったんで、まあでね、これはゼルク頑張ったな。いやーすまん、無理だわ、これはちょっと流れ変えられ、いやジジイ、いやごめんゼルク、影丸すごい最後まで頑張ってたよ。いやちょっとマジでないよ現実に落ち度が一個も。でもあれじゃない、役職ネズミの役職せーのでいいよって言ったのが一番最初影丸だったよ多分。いやまあそれはそうかもしれない。そうか、まあやりたいことがいきなり潰れたから。そうなんだよな。いやあれ予想できたんだよな、ま、でもあれそうだろうってなってるよな。あんなしかもバカも含めて赤出してますよね。バカも含めて赤なのおもろいよな。あんな集まると思わなかったな。あんな真っ赤なことあります？あんなネズミがいると思わなかったわ、どっちかというと。いやあそこでね、俺ゼルク君が緑って書いたのも最高やったけどね。変わらね俺ら二人。